マリア・クリスティーナ・アルベルティーナ・カロリーナ・フォン・ザクセンは、サルデーニャ王家サボヤ家冒険のカリニャーの子を、カルロ・エマヌエーレの日。サルデーニャ王、カルロ・アルベルトの母。イタリア語名は、マリア・クリスティーナ・ディ・サシソニア。かつて、クールラント公国の統治者を務めた、ザクセン公使カールと、ポーランド貴族の娘フランチシカ・クラシンスカ、白爵夫人との間に生まれた。両親の結婚は、 奇跡結婚であったが、母、フランチシカが1775年に新生ローマ、皇帝ヨーゼフ2世から皇妃の称号を授かったことで、長尻が合わせられた。大勢の家庭教師や養育係の世話を受けて育ち、哲学、地理学、文学、音楽、ダンスに加え、多くの言語習得といった幅広い教育を受けた。 1797年10月24日、トリノにて、サボイアカリニャーの公家の党主カルロエマヌエーレと結婚。二人の間には一男一女があった。結婚から3年後の1800年、夫は同盟者フランス共和国政府を裏切った権利で、フランス当局に逮捕され、パリで獄死した。2歳の幼い息子がフランスと夫の本家の治めるサルデーニャ王国に占領された。 カリニアの香料を母親の貢献で収めることになった。マリア・クリスティーナは後継者不足に悩む本家サボヤ家からの息子、カルロ・アルベルトを将来の多い継承者候補として鳥の宮廷に引き取り育てたいという要求に応じず、改革派協会の牧師に息子の教育を委ね、そのおかげでカルロ・アルベルトは自由主義者に育った。 1810年または1811年2月、愛人だった17歳年下のフランス貴族、第6代リモン公爵、ジュール・マクシミリアン・ティボード・モンレアルと再婚。この時は、パリでの民事婚で、1814年6月1日、パリのノートルダムイコールデイコールシャンプ教会で、宗教婚が行われた。二人の間には、婚前から含め5人の子があった。その後、 モンデアル一家はウィーンに移住し、1822年夫はオーストリア帝国より世襲の行為をより授けられた。1824年、マリア・クリスティーナは夫と共にガリツンベルクの辞書を購入し、ガリツンベルク城を改装して住居とした。1851年に死去。夫のモンデアル公は1865年9月、フェリシテド・ラ・トレモイユ公女と再婚したが、 その一ヶ月後に死去した。1897年、ウィーン第17区ヘルナルスの通りの一つが、マリア・クリスティーナにちなみサボヤ通りと名付けられた。FR、マリエ、クリスティーン・デ・サクス、ハット・イエヌ、プリンセス、マリア・クリスティーナ・オブ・サクソニア・ハット・エービー・フェリックス、チェイク、ヒスターシャス・レキシー・コム・ウィーン、ジシャット・イン・モンテラート・イム・ウィーン・ゲシヒテ、ウィキデ・デ・アスタット・ウィーン・ハット、 モリッツ・ウント・デッセン・フラウ・ウィル・ヒルミン・ジント・エーフ、RST、モンテラート・ジェマス・オステリキシャス・バイグラファイシャス・レキシーコン、ルイスタニス・ラ・ドラ・トレモイ・ユ・コーシの娘、ポール・サーフ・ラ・トラマル、ポール・サーフ・エス・ロイ・アル・ジーニアロジー・サイト、2020年1月2日、閲覧、ありがとうございます。